こんにちは、メロスアカデミー講師の中田幸子です。今日は夫や妻が自分の話を聞いてくれないというねところに一問一答で、お答えしていきたいなと思います。夫婦の会話とかコミュニケーションというのはやはりお互いを分かり合うとか受け入れ合うというところでね、とっても大切なものだということは誰でもが実感していることだと思うんですね。やはり今日ね、自分が嬉しいことがあれば夫や妻と一緒にこのね喜びを分かち合いたいって思うと思うし、また何か嫌なことがあった時はね、話を聞いてもらうだけですっきりするっていうことがあると思うんですね。そんなね中で今日一日のね、自分のこんなことがあったんだよっていうことを夕飯の時にね相手に伝えた時の反応ってどうでしょうか。露骨にね、もう嫌な顔をされてしまったりとか、もうそんな話は後にしてくれって言われたり、ね、してしまったりとか、また聞いているようで全然上の空、私の話聞いてるのってね突っ込んでみると、いや聞いてるよってね答えが返ってきて、じゃあ今なんて言ったか答えられる言えるのって言うと、えみたいなね、そんな全然聞いてないじゃないっていうことがねあるのではないかなと思うんですね。そういったことが繰り返されているうちに、いつしか業務連絡ね、生活に必要なことだけしか会話がなくなってしまうっていうね風になってしまっているっていうねお話も本当によく聞きます。この夫婦のコミュニケーション、まあ、夫婦だけではなくコミュニケーションというのはやはり相手がまず聞いてくれる体制になってもらうということも大切ですよね。仕事から帰ってきて疲れていたら、まずはその疲れを癒してあげるということも大切ですし、また自分がね、自分の気持ちを伝える時の伝え方、こう一方的に投げるのではなくて、やはり相手が受け取りやすいように伝えていくっていうね、コミュニケーションの取り方というのも本当に大切なことになってくると思います。そしてさらに、新次元思考テクノロジー、ミロスの視点というものがあると、そこから本当に2人が心から分かり合えるコミュニケーションというものを取っていくことができるんですね。今日はこの視点から見たね、夫婦のコミュニケーションというものをお伝えしていきたいなと思うんですけれども、ミロスの視点から見ると、目の前のパートナーというのは、自分のことを映し出してくれるピカピカの鏡であるということなんですよね。じゃあ、まあ私もそうだったんですけれども、目の前の夫や妻が自分の話を聞いてくれないということは、自分がそのまま映ってるわけですよ。だから自分がまずは目の前の夫や妻の話を聞いていなかったっていうことなんです。ってね、そんなことないって思うかもしれないんですけれども、じゃあなぜ目の前のね夫や妻の話声を聞けないのかっていうと、自分が自分の心の声をまずは聞いていなかったということなんです。ってね思うかもしれませんが、じゃあなぜ自分の本当の心の声を聞けないのかというと、私たちってなかなか自分のことって自分で認められなかったと思いませんか。だからこそ誰かにね、目の前のパートナーや友達であったり誰かに自分のことを認めてほしいっていうね、無意識にそういった行動になっていくわけなんですね。だから常に相手の言うことに合わせて自分が答えている、相手にとっての答えを探して、相手に合わせてそれを自分が返事をするっていうね、コミュニケーションになっていませんかっていうことなんですね。そうやって自分相手にね合わせていくたびに、自分の本当は何を考えているのかっていう本当の自分の声というものを蓋をして何を考えているのか、いつの間にか分からなくなってしまっているのではないでしょうか。そういったところからね、ミロスの視点は本当に脱出していくことができて、自分の心の声、自分は本当はこれが言いたかったんだっていうものをね、どんどん発見していくことができるんですね。それはやはり目の前の鏡である
夫や妻、パートナーが答えを持っているんです。なので、まずはパートナー、夫や妻が何を言っているのか、それをよく聞いていっていただきたいなと思うんですね。そこに答えが隠されているんです。パートナーの言っている心の声、ね、じゃあそれを、なんでパートナーがそれを言うのかなっていうのを感じたときに、私も以前ありました。パートナーは本当は寂しかったんだなっていうのをパートナーの声から感じたことがありました。そしてそれこそが自分の蓋をしてしまった心の声なんですね。そうやって、あ、ずっと自分はこんなに寂しい思いをしていたんだな、自分が自分の声を聞かないことで自分が本当にこんなに寂しい思いをしていたんだっていうことを受け取った時に、パートナーのその寂しさというものも同時に受け取っていることが、受け取ることができるんですね。ですので2人が同時に癒されてしまうんです。そうすると今まで、ね、パートナーが自分の話を聞いてくれないって思っていたパートナーも自分の話というものをね、こう聞いてくれるように変わっていくんですよね。こうやって、まずはパートナーの声を聞いてみる。そしてそれをね、なぜパートナーがそれを言っているのか自分で感じてみる。その感じたことが自分の心の声であるということをね、どんどん受け取っていくことで、またパートナーとの会話がね、循環していくというね、新しい夫婦のコミュニケーションが始まっていきますので、ぜひぜひこのミロスの視点からね、見たこの夫婦のコミュニケーションというものをね、体験していっていただいて、どんどん夫婦のコミュニケーション楽しんでいっていただきたいなと思います。それではね、今日はこの辺で、終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。